春も順です。今回はですね、ユニクロ U の2021年秋冬コレクション一部解禁になったので、こちらチェックしていきたいと思います。ちょうどですね、まあ春夏のコレクションが一通り終わったかなというところですよね。1月からユニクロ U のね、春夏コレクションが始まりまして、で、3月にプラス J、これもね、かなり、今値下げ真っ最中という感じですけども。で、さらに JW アンダーソン、こちらが4月ですね。そして5月にユニクロセオリーということで、春夏コレクションがもうダーッと、あったわけですよね。今後これこの豆クロゴーチということでレディースの方もなんかちょっとこうコレクションあるみたいですけどね。ではですね、ちょっとチェックしていきましょう。これもしかしたらもう8月9月頃には店頭とかオンラインで発売されるかもしれないですよね。第一印象としてはですね、やっぱ秋っぽいなという感じですよね。茶色とかオレンジとか、あとこちらオリーブ系のカラーとかね、アース系のカラーが結構多めなんかなみたいな。これレディースとかはさ、ホワイト系、さらにグリーンということですよね。で、他にもなんかあのジーパンとかももちろん発売されるだろうし、白黒プラスなんかアース系のカラーがなんかメインになるんかなっていう第一印象でございます。クリストフ・ルメールさん率いるこのデザイナーチームが手掛けているということで、このクリストフさんはさ、エルメスとかのディレクターとかもまあ担当しているということで、ね、世界レベルのデザインが施されている。しかも最近ユニクロだいぶ好きになっているか、3月ぐらいからこのチャンネル始めて3月ぐらいからユニクロばっかり買うようになってさ、すげえなと。今までちょっと敬遠してたけど、ユニクロやっぱすげえなってね、改めて思ってるわけですよ。価格マジ安い。まずこれが第一。さらにさ、なんかデザインも割といいやんみたいな。今風のトレンドとかも結構反映されてたりとか。で、ちなみにこれファッションプレスさんのね、サイト見てるわけですけど。で、他にもユニクロ機能っていうかさ、その素材とかも意外とこだわっててすごい着心地もいいし、みたいな。エアリズムだとかさ、そういうの涼しかったりとか、なんか感動パンツとかめっちゃ伸びたりとかさ、すごい素材にもこだわってていいなみたいな、そんな話でございますけれども。では見ていきましょう。写真がね、こうパッパッパッとこちらのサイト載っているわけですけども、ハンギングされたやつ、多分こっちがレディースかなみたいな感じ。茶系ピンクのパーカーとか、あとこうネイビー系のジーパン、セレビジネミとかって感じで、こっちメンズかなみたいな感じですよね。このコートみたいなのももちろんあるし、ホワイト系でベージュ系、秋だもんね、やっぱ焦げ茶とか茶色、あとベージュ系がメインになるんかなみたいな感じですけどね。続いてこちらの写真チェック、めっちゃ焦げ茶色みたいな、多分これ全部メンズかなと思うんですけど、これシャツ系ね、スタンドカラーのシャツにニットで、これがコートかな、ハーフコートぐらいの丈感。そして焦げ茶のパンツ、そしてアウターニットに T シャツとか、あとトレーナーとかも発売されそう。この奥にあるのはカーゴ系のパンツかな、裾部分だいぶ絞ってるよね、ジョガーパンツみたいな、そんな感じ。で、さらにチェック柄のシャツとか、こう紫色のシャツ、カジュアルだよね。で、奥にあるのが多分さ、これデニム系なんかなみたいな、ネイビー系のカラーしてますよね。で、この辺がレディースなのかな、ホワイト系のニットとか、黄色のニットとか、その辺が発売されるんやろうか。こう変わった感じだよね。で、この辺なんですけど、なんとですね、ヒートテックの靴下。これ去年あったんすか？知らんかったんやけどさ、ヒートテックの靴下暑すぎん、大丈夫かな？冬に来たらめっちゃ高いのかもしれないね。いや、冬はさ、絶対ヒートテック着たいよね。インナーとしてもね。靴下でもヒートテックあんのかい、すごいなって感じ。で、さらにキッズも展開されると、これ、メンズレディースでもあったらいいかなと思うけどさ、このボーダー柄、これでもキッズサイズっぽいんだけど、すごい可愛いですよね。さすがルメールさん、ワンダフォー。で、こっからですね、写真ずっと見ていきましょう。あ、なんか書いてあるね、これね。細部までこだわり抜いた革新的な素材、まあ、この辺がユニクロならではって感じだけど、シンプルだけど今を感じさせる上質なワードローブかな。で、パリを拠点とするクリストフさん、ユニクロ U をより機能的に洗練されたライフウェアへとアップデートさせていきますと、更新していくよっていうことで、これもかっこいいよね。なんかレディースに関してはさ、マジでワントーンって感じだよね。緑のアウターに緑のズボンみたいな、そんな感じ。で、靴は黒色の、これ革靴なんけみたいなね。で、白色のキャンバス系のスニーカーに白の、これデニムっぽい生地だよね。で、さらにニットに
パーカーっていうね、レディースのこのコーディネートね。メンズもさ、これオリーブ系で、これグレーっぽい感じで、白のニットみたいな。で、白のスニーカーみたいな。結構シンプルでアースっぽい感じね。これはなんか近所とかで出かける感じ。これでご飯食べに行く感じなんかな。ちょっと上品というより、本当にカジュアルっていう印象ですよね。で、こちら、マウンテンパーカー。オレンジ色のマウンテンパーカー、武骨な感じでかっこいいね。シンプル。この辺とか絞れたりするのかな。で、両サイドにポケットついてるし、で、ジッパープラス、ポチポチのボタンついてるし、でフードのところ多分アジャスターっていうかさ、ドローコードもちろんついてそうだよね。今回オレンジ色のマウンテンパーカーがやっぱ秋だもんね。カラー的にはあと黒とか合いそうだけどね。そして中にチェック柄のシャツっていう感じですね。秋っぽいねこの辺ね。多分さ、メインの服プラス小物とかも発売されるのかなと思ってるんですけどね。これがマウンテンパーカーのアップだ。ドンドドン。これはなかなかシンプルでかっこいいね。どうだろう。今さ、プラス J のね、マウンテンパーカーとか、まあ、値下げして発売してるけど、それとはまた全然、なんか違いますね。ユニクロ U らしさと言います。カラー的にも U らしさが出てんやないって感じですね。そしてこちら、レディース。これ、デニムっぽい生地じゃないですかね。って感じなんですけど。で、これ、コートっぽい感じで、こう、ウエストをギュッとこう絞ることもできるということね。こちら、メンズのコーデなんだけど、このカーゴパンツに、上をこう、なんて言うんでしょうね。カーディガン的な感じ。で、こう、タートルネックと合わせるみたいな、そんな感じですよね。そしてこちら、レディース。これも可愛いよね、ニット。全身白コーデ、もう全身ワントンコーデっていうかさ、同色系のコーデは年内ずっと続きそうな感じはしてますよね。日本人はさ、まあ、足短かったりするやんか、背低かったりするやんか。でワントーンとかさ、同色系のコーデすると足短いのも隠せるし、上と下がさ違う色だったらさ足短いのバレるけど、同色だったら境界線がないからさ足長く見えるっていうね、そういうマジックがありますけど、こちらがレディースっぽい色、ピンクのパーカーすごい目立ってるね。でさらにこれデニムっぽい感じですよね。レディースのアウターもすごいおしゃれだよね。横からしか見えないからちょっと想像つきにくいけど、メンズがこちらですよね。焦げ茶一色になりそうだね。枯葉みたいな、枯れ木みたいな、そんな感じになるのかな。これがですね、セルビッチデニム。ユニクロ U さ、あの春夏もセルビッチデニム売ってましたよね。これよく見たらさ、裾部分ご覧ください。ババン、セルビッチデニムになっとるやーんっていうね。これだから秋冬も発売するんちゃいますか。今価格下がってて、春夏のセルビッチデニムはさ1990円ぐらいで売ってるけどね。これシルエット的にどう、メンズっぽくない、股髪めっちゃ長めだし、レディースも発売されるんやろかって感じですけど、これいいね。生地どうだろう、分厚めなんだろうか。いや、セルビッチデニム押しますな、ユニクロさん。ほんとね、あの貝原さんやったっけとコラボして作ってるということよね。こう生地に凹凸感があるんで、すごいいい風合いになるというのがセルビッチデニムのいいところなわけなんですけども、こちらババン、ファミリーでのコーディネートって感じですけども、これは、カーゴパンツ、裾部分絞っててスリッポンと合わせてんのかな。でシャツ紫っていうスタイルね。で子供のやつめっちゃ可愛いね。ボーダーにネイビー合わせてんのかな。女の子はシャツだけ着てる感じかな。ウエスト部分絞ってるっていう。でスタンドカラー、今流行りのスタンドカラーで、レディースは白のニットにセルビッチデニム合わせてるっていうことね。これさっきのやつ、さっきのセルビッチデニム、レディースなんかな、メンズも発売するような気しとんやが。で、レディースのニットとかですね。これもレディースかな、めっちゃ可愛い。これは、どういう状態ですか。ダウンとかまではいかんのかな。秋冬だからダウンがあってもおかしくはないよね。こちらもレディースでしょうか。なんかマウンテンパーカーみたいな感じですよね。続いて、ドドン。これがなんかデニム生地っぽいアウターコートみたいな感じだよね。レディースのやつ。そしてこちらもレディースかな。グリーンのカラーのシャツ。なんかあの、肥沃になってね。こう、ボタンのところとか隠す、そういう仕立てになってるわけですけど。これもレディースかな。ベージュ系。これもレディースのショートパンツ、ハーフパンツみたいな感じかな。これがメンズのチェックシャツだろうという感じですけど。で、これはどっちかなーみたいな。これレディースだろうな。レディースのシャツかな。これも結構着丈長めですけども。ということでですね、一通りざっと一部解禁になってるやつ見たわけですけど、結構いいですね。今暑いからあんまり想像つかんっていうかさ、お腹いっぱいの時にさ、明日のご飯何するって考えるの難しいみたいにさ、暑い時にあんま秋冬見てもピンとこんけど、結構いいね。アース系のカラー中心で、もちろん白黒もあるだろうしね。これはかなり期待高まるなーっていう感じ。ちなみに、去年のですね、ユニクロ U の2021
2020のその秋冬コレクションはこんな感じですね。オレンジとか、まあ、オフホワイト系だとかね、コートとかもあるし、T シャツとかデニムとかも発売あったわけですよね。スーツスタイルももちろんありますし、ニットもあるし。だから去年のやつをちょっと踏襲してる感じもあるし、アップデートしたような、そんなコレクションになるのかなーっていう感じですよね。オレンジとか、茶系、ベージュっていうで、明日から多めのコレクションだったわけね。ウィメンに関しても同様かな。ホワイト系、ベージュ合わせたり、焦げ茶だったり、みたいな。そんな感じか。まあ、ニットだとか、コートだとか。秋冬だもんね。ただ、こう、シンプルな T シャツとか、普通のデニムとかもね、ちょっと気になりますわな。ということで、以上、今回はここまでです。またね、詳細分かりましたら、続報をご紹介したいと思います。最後もね、ご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価とチャンネル登録もしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。